ウィスコンソンです。今回ですね、なんとモーティスハイパーチャージが、多分ね、玄関機をトップで強いです。めちゃめちゃ強い、最強の、最強すぎるハイパーチャージが出たんですけど、まあ、下方修正全然いきます。はい、まあ、これ、まあ、ちょっと買っていこうかなという前に、これね、確か俺の記憶が正しければガチャからね、一応排出されたんですよ。俺残してました。偉すぎる、偉すぎる。よしよししてあげたい。このために来るんじゃないか、アップデート来るんじゃないかと皆さんが引いてる中、俺は残しておきました。え、待ってよ、これ来るやつ、流れ的に来るやつでしょ。おい、マジか、偉かった今。俺レジェンド見た瞬間もう来た確信したもんな。もう流れが完璧すぎた。出ないやつか、出るやつ、これ出るやつ。あ、おい、もうカニ鍋すんぞお前。それがプレス機でプレスしてせんべいにすんぞお前。うぜ、いらねえ。出ないか、現実甘くはないか。おい止まれ、編集、おい8倍速やめろ、おい止まれ、出ろ出ろ、おいレジェンド、おい出ろ、止めろ止めろ、編集を止めろ、な、やめろやめろ。ということで、出ませんでした。買います、おとなしくって時に、まあ、ぜひねコンテンツクリエイターブースをよろしくお願いします。まあ今ね、あのチャンネル登録者10万人目指してるんで、であんまりね俺のチャンネル登録していただけないんでそう、ぜひ、これを機に、登録していただければなと思います。ってことで、買いましょう。はい、クソ強ハイパーチャージです、こちら。やっていくか。あ、で今回ね、ちょっとスタパ魂狩りね、多分いつもみんな使ってると思うんですよ。なんですけど、どちらかというと俺ハイパーチャージいっぱい貯めてからヘビの跳躍にして、これあるかないかでこのハイパーチャージのウルトの当たり率が全然違うんで、まあ、3立てのしやすかか、しやすさが大きく変わってきますということで、これでやっていきましょう。さあ、まあコーディリアスなんですけど、コーディリアス以外はなんとかなります。まあバズはウルト持ってなかったら、あ、だから味方にバズのウルト使わせてそこに援軍しに行く形、まあ言い方よく言えば援軍、まあ、言い方悪くすれば盾なんで、まあ、そんな感じでやっていこうかなと。さあ、まあ、とりあえずウルトためなきゃ始まらないんで、味方、さあバズ誰に打つか、ウルト打て俺の味方に。まあいいや、これいくか。一旦ウルト、こいつ嫌い、もう対モーティスみたいなスタパとガジェットしてる。お前やめろやめろやめろ、こいつ嫌い、こいつ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 嫌い。やめろって、やめろよ、死の鬼ごっこなんて俺したか。まあ、もうやめろ、いや、こいこい、お前覚えとけよ、お前は千切りコーディリアスにする、お前は許さねえ、お前強すぎて、強すぎて、あっけな、強すぎてあっけないわマジで。これは、うお、うまい、いいね、いいね、つえなるほどなるほど、まあ、サージとシェリー終わったなこれ、てか誰がどう見ても終わったなこれ。まあ、一旦死ぬか、一旦死んで、まあ、ウルト貯めていきましょう。まあ、敵のモーティスもね、多分同じ作戦ですね。まあ、あのウルト貯めなきゃ始まらないからね、これしゃあない、しゃあないとして、で、で、どうしたらいいの、俺はこんな感じでちょっかいをかければいいの、俺の仕事は敵にストレスを与えるだけ今回。そんなわけねえよな、新しくハイチャ出たんだよこのキャラクター、強い。あー、ウルト使っちゃったね君、リロード咲かない、偉いね偉いね偉いねなるほど、そう来た、さあリロード咲け、あー顔出てる、お前顔でかいって、そんな顔でか、このダークネクロのモーティス二等身やからな普通に。何匹に当たんないよね、知ってた、知ってるんやけど、たまに撃っちゃったりするんすよね。さあこれ守ってくれ、お願いしますお願いします、オッケー。でまあハイパーチャージ溜まったんで任してくれ、あとは。散々足引っ張って申し訳なかったな。さあウルトだけ、スリーのウルト使ってくれる、あっちー、ごちそうさまです。あ、まあこれしゃあない、まあ一旦ね、モーティスのハイパーチャージ使われた瞬間、全力でボール前やりました、じゃないと余裕で死ねるんで、一瞬で3立てしてくるんでこいつ、なんでまあ一旦命を大事、これ倒せんのか、あーお亡くなり、ナイスナイスお亡くなりで、これねそろそろ使うか、神器、神器放っちゃいます、つえおーいい、
おーい、強いって、やりすぎでしょう。何ダメージ出んのこれ。5000くらい出んのか。で、まあ、ウルトループもすぐできるでしょ。これのダメなところは、まあ、ウルトループもそうなんですけど、まあ、ダメージでしょ、で回復量でしょ、全部ダメなの。往復するっていうこと自体ちょっとやりすぎなんですよね。終わったわ。これはこれはひどい、これはひどいぞ、これはダメです。もうね、あのサッカーね、意外と、まあ、強いんですけどエミハンの方が強いんですよね。実はエミハンって、まあ、最後逆転したら勝ちなんですけど、このモーティス、まあ、少なくとも2盾余裕なんですよね。だからハイパーチャージ使って、1発目で近づいて、1発目のリロードで近づいて、2発目で、ウルト打ったら、まあ、大体2匹に当たるんですよ。まあ、直線上2匹って絶対当たるようになってるんで、まあ、うまくやれば絶対2匹当たると。でその2匹に当たったらウルトループができると。でウルトループしたらもうその時点で大体1万ダメージぐらいいっちゃうのよな。なんでも最後のエミハン、こんなんね、最初どうでもいいっす。本当にどうでもいい。ウルトだけ貯めましょう。ハイパーチャージか、ハイパーチャージだけ貯まってたらもう本当どうでもいい。まあ、例えばチャックとか持ってたら、まあ、最後ね逆転しづらいんですよ。ウルトでこう逃げられるからね。なんですけど、もうどこにいようがウルトは2発当てれるんで勝てるんですよ。で、まあ、チャックなんてもう最後もうどうせ突っ込んで、ウルトで突っ込んで、もう帰ってくるのはもう目に見えてる。もう気づいてないのお前たちは。さすがに撃っちゃうよ、撃っちゃうよ。で帰ってくるの知ってるんで、こいつ狙っときます。まあ当たるかどうかは関係ない、当たるかどうかは置いときます。つえそれは良くないんじゃない。あなたもう負けときなさい。今のは関西人なら負けてなさい。流れ的にこれね、右上いると思わせてここにいます。終わったわ。うぬぼれるな、普通にうぬぼれるな。あんね、まあ、そういうことなんですよ。結局世の中よくできてるんで、世の中でよくできてるんですよ。調子乗るやつには絶対に天罰は行くようになってる。まあいつ来るか分かんないよ、天罰っていうのは。いつ来るか分かんないけど必ず来るようになってると俺は知ってます。なんで最後まで気を抜かないように、それだけです。モーティスの使い道は、モーティスはもう最強なんで勝てます。気を抜くな。何、なんか俺ここに引っかかってたよ、この湖に。焦りすぎちゃう。でこれはもうちょっとおい来いよ、来いよ。あ、来ないか、さすがに。まあ、多分ねこれボイスチャットオンやったら打ってた。この敵こんなに煽ってたら多分行っちゃってたね。うん、冷静な判断できなくて。これボイスチャットありにしてたら面白いゲームなんですけどね。まあ、中国版ボロスではもうボイスチャットオンなんですよ。打てよ、俺打て、打ちたいやろ。打たないね。お前貯金するタイプやな。さてはこんなに使わない。打てよ、打て。なるほど、ハイパーチャージで打つのか。遅ない、お前。貯金5000万ぐらい貯まって、やっと貯まった使おうと思ったらもう死んでるタイプやろ。うん、使いなさい、今じゃない。遅い、今じゃない。あ、やっぱね、ちょっとサッカーよりも圧倒的にエメハンの方が強いんで、まあ、最後ちょっとエメハンで気持ちよくなって終わっていこうかなと。まあもうね、エリザベスなんて別にいらないけどね。勝てるもん、別に勝てるからな。もはや何、この目の前おちょくり、おちょくりダリル。まあちょっとダリルに持たれたらしんどいかな。ウルト2発持ってんじゃん。でダリルね、意外とモーティス、ウルト2発も持ってたらモーツ倒せちゃうんですよね、ハイパーチャージ持ってても。なんで、ダリルは持たないで。エメ偉いなー、もうお前。おお、こ狙ってたねー。まあ死ぬんですけど、死ぬけどね。ちょっともうボウが持ってたら、まあボウの地雷さえ、来る。ボウの地雷さえ気をつけて切ってたら絶対勝てます。でハイパーチャージね、さすがにたまんの遅い。さすがに下手すぎる、さすがに。まあガジェット使ってもいいけど、まあ、別に使う必要もないんじゃないんやな。え、ちょっと待って、これで倒しちゃったら不完全燃焼なんですけど。ハイパーチャージまだ使ってないんですけど。はい。バカ。バカバカバカ。
弱点ねえなマジで。もうマジで C って言うならクランシーのウルトで、シェリーのウルトで、 RT のウルト、もうそれぐらい止められるとしたらもうそれ以外全部倒せる王者玄関機ナンバーワン、マジで一番強いはい、ということで、まあ玄関機マジで一番強いんでね、まあ、ぜひこのモーティス今なら顔修正来てないんで赤盾目指してみたいかでしょうか。ということで今回ご視聴ありがとうございました。